大河です。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はスペシャルゲスト、なちゃんでーす。おはようございます。のたりなちゃんでーす。おー、もう夢人ですよね、もう YouTube の世界で。楽しか。本当そう。いや、そうそうしなくていいけど。いや、実はなっちゃんとお知り合いのは結構昔からですね、実は。何年前だね。で、なんか、お互いフォローして、で、なんかこの人面白いなって思ってて、やっぱりなっちゃんにするともうザ・リアルな感じするんですよね。そうすか。今日ほんとちょっと待って、ネイル見よう。ネイル見て、すごくない？で、今日は実はね、なっちゃんは日本に住むのは今どのくらいですか？もう4年、今アメリカなんだけど、今の前は4年ぐらいだったのね。で、私は今7年前から日本に住んでるなんですけど、やっぱり話するとお互いなんかちょっと辛いこととか、うん、あ、これが良かったとこがちょっと似てるねって思って、うん、今回この動画で話したいと思います。じゃあまずナンバーワン、何が辛かったことが一番ってとかあるんですか？一番いろいろあるね。いろいろやっぱり好きんだけど、これが外国人としてあってな感じしたとか結構あるんじゃない？なんかね、ま、辛いっていうか、私がちょっと嫌だったのは、アメリカ人って明るいじゃん。でも明るい。なんか空港に行った時に、うん、警察が歌ってた。普通にイエーラララーイエーラララー、すごいな。そういう人だね。すごいね。すごい。 Come to America っていう感じ。まあでも、まあ、オープンな感じだから、ちょっと、うん、知らない人と話しかけるのは普通なの。おー。例えばうちコンビニ行くとしたら、うん、まあいつもこういうファッションしてるから、ある日に店員さんに、え、すごい服ね、パーティーとか行くのっつって、え、うん、今日は行かないみたいな、そういう話するの。おで、日本だともうコンビニの人毎日見るとしても、わかる、全然話をかけてくれない。顔もわかるのに。そう、でもなんかきっとどこかでマナーだと思ったりとか、うん、いやちょっと話かけづらいなって絶対気持ちがあるが理解できるんだけど、たまに、うん、お兄さん今日は元気って言ったら痛いよね、なんかそうなんかね、一回コンビニの人に、あ、今日も雨ですねっつって、あ、はいっつって、え、いつもこの時期に雨降りますかっつって、あ、降りますねっつって、終わり。かたー、もうミスったなって思って、かたー、うん、かたーね。その後はちょっとやってみてないね。うん、無理。うん、わかる、すごく。私はね、嬉しいんですよ。普通に声をかけるときに、うん、あ、お姉さん今日は綺麗ですねとか、面白い髪してるとか、嬉しい。実は嬉しい。もしかして日本人だと、あ、ちょっと嫌だになるかもしれないけど、ね、外国人からすると結構、喜ぶ。そう、めっちゃ喜ぶ。確かにイタリアもそうかもしれない。結構声をかけられるんですよ。日本の辛いことは、外国人だから、帰られない。帰りにくいですね、うん、あとはまあプラス、なんか外国人プラスペットは、で、私は結構広い部屋に住みたい、うん、まあ石川多すぎるから、なんかもう無理ぐらいのラインが 90% が無理なんですけど、無理やばくない？それはね、ちょっと日本勝ちたいなって思う、うん、あとは払わなくちゃいけないね。アメリカも、もう全然違うのもん。そういう鍵金とか礼金とかになって、それもねうわ、あと、あ、責任者、あ、そうだ、ね、もう外国人だから責任者は取らないといけない、うん、そこにもう金出さないといけないっていう。そうだね。なんかイタリアだと部屋を借りるときに、なんだっけ、お金、な、その礼金とかのものがあるんだけど、うん、その礼金が、あとは戻す、例えば 70% が戻るはず。でも日本は戻らないから、ほとんど、うん、だから私の金が消えたみたいな、もう6回ぐらいな、消えたしてるから、そう、全部私の貯金してたのお金が全部引っ越しのためにやってるから、ちょっと疲れてる。それは痛い。疲れてる。それは痛い。あと
と私はちょっと個人のことがあるなんですけど、私はなんか日本人好きだし、もう昔は例えばナナが大好きだから、まあ、こういう日本人の友達が欲しいなってすごく夢を見てるんですけど、なかなか友達がなれない。なんでだろう。まあ言葉の壁もあると思うんだけど、まあ、さっき言ったみたいにあんまり知らない人に話しかけないし、ちょっと日本人の方がプライベートな感じがする。あ、そうだね、確かに友達ってさ普通になんかセックスまでとか話すよね、うん、話すよね。あと、昔の辛いこととか、あ、そうこういうことがあったとか、日本人あんまり喋れなさそう。 あんまり喋らない気がする。確かに、うん、自分のことなんか日本の友達というと本当1人か2人しかなくて、でも結構昔から知ってる、うん、そうそう、分かる。だから最近知り合ったの方がなんかちょっと連絡してもう終わりみたい、うん、もう結構何ヶ月の後の連絡来ないし、できたら何が欲しい田中君、うんうん、だから寂しいって思っちゃうんですね。やっぱね。で、うちがすごい仲がいいと思ってる子たちもなんかまた会ったらそんなに仲ではなかったね、うん、なんかこの間も会ったんだけど、なんかね、友達がいて私、あっってハグしようとしたらその人がこうなったの。そうそうそう、こうになったね。そうだね。だからめっちゃわかるよ。恥ずかしかったし、あ、こんなに仲が良くなかったんだ。なんかわかる、うん、なんかアニメだと僕が友達が少ないとか、どうやって友達作るとか、その内容がすっごくすごく大きいから、うん、外国人だけじゃなくて結構日本人同じ問題があると思うんですよ。あ、そうだね。彼氏もそう。私の場合だったら日本の出会いが少ない、うん、多分なっちゃんの生活と違うと思うね。こっちはイエーイクラブイエーイイエーイイエーイみたいな感じ。そうなんだけどさ、あとはオタクだからちょっとそんなに家にいて引きこもって、ちょっとだけね、ちょっとだけね、そんなだけね、ちょっとだけね、ちょっとだけねそうから、ちょっと難しいね。でアプリとかはやっぱり嫌だし、もうでもね、あの日本の出会い系アプリあるじゃん。そうそうそう、そっちがもうちょっとなんて言うんだろう、大人が使っちゃうみたい。なんかアメリカの出会い系アプリだとなんか友達作るような感じでもあるし。あ、確かにね。そうそうそう、日本のやつなんかやりたいみたいな。あ、でもなんかすっごくなんかチンダーとかなんとかを持つと、うん、あ、なんかそれやりたいみたい。そう、それがやりたいとか。だから私もすごく怖い。なんかもう使う、もう絶対使えない。怖いよね。怖い。あと、あ、あれだ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 、気にすること多すぎる日本は。外見に対して気にしすぎない？多すぎる、うん、すっごくガリガリの女の子、今日も太ったね、どこに太ったの、ね、どこに太った、指に太ってるの、ほんと、えとか。私もう日本に住んでたからめっちゃ、あの前の方がやばかった、前の方がお酒飲んだりしてたから顔パンパンだったんだけど、結構コンプレックスになったの、ここ。私はこっちじゃなくて体が大きいからちょっとバキュンボクンボクンみたいな感じの体してる、あのちょっとポンポンポンみたいな感じ。羨ましい。いや、私羨ましくない。でこっちは大きいじゃん、だから大きくに見える、すっごく。いつも太ってに見えるから嫌だです。あ、うん、でもさ、なんか太ってるとかって聞くよね。めっちゃ、ね、言われるよ多分ね。ひどいよ。でそれ気にしすぎ、ね、だってさ、あの、まあ、外国人、日本に来る外国人よく言うんだけど、もう私たちの体ってもう結局違うからね、アジアの人と、うん、骨とかだからもう頑張ってもそんな日本人みたいにガリガリにならないし、もううち109で働いた時すっごい痩せたんだけど、109で働いてた、すごい、6ヶ月ぐらい、すごい、ザギャルじゃん。でもさ、みんなガリガリだったもんね。そうだね、ガリガリだったし、すごい、もうコンプレックスになるよ、本当に。なんか、今まではいろんなこと、なんかイタリアに住んでたとこなんか時に気にしないことが多かったんですけど、うん、日本に来てからなんか、いい感じでちょっとやっぱり運動した方がいいとか、いろんなことをなんか、あの気にしていい感じで、あの痩せたとかちょっと健康のために、うん、ダイエットとか始まったなんですけど、日本人は健康のためじゃなくて本当遅くに見えたいからとか多いから、なんかすっごく自分の体とか顔がすっごく大コンプレックスになって、
もったいない、うん、いやいやいや本当にそれが、うん、だから持ってないんじゃん。いや、もそんなことないよ。家から出ないから出会いがないだけです。出会いがない。でもさ、あのやっぱアメリカもそう、まあそう、アメリカは健康的に、まあ、痩せたいとかじゃなくて健康になりたいから、もうあの食生活変えようとか運動したりしようとかみたいな感じで、日本はもうあの痩せるみたいな。だってもうあの私基本的にデザート食べないんだけど、よくいい、ね、それ日本人に言うと、え、なんで痩せてるじゃんっつって、いや、それは食べたいでしょ、ヘルシーじゃないからですよっつって、で全然理解してくれないっていう。何ね、あ、じゃあイタリアも結構健康のためにこういうダイエットしてる人。そうですね、お母さん例えばベジタリアなんですけど、うん、なんかそれはまあ気持ちと健康のためにベジタリアンだけど、日本人に言うと、え、なんで太ってるのって、ん？そうだね、それがたまにちょっと理解できないなって思っちゃうんですね。日本人の女性も自分の体に対しても好きになってほしいね。日本人の女の子すごく大好きで、それで憧れて可愛いなって何回思って、でも本人に聞くと私は可愛くないって言ってる。多分今私と一緒なんですけど。でもそれが日本に来てからの夏だから、なんか周りはすごく気にしちゃうの子が多いし、自分が認められないの子がすごく多い気がするから、なんか自信がちょっとアップしたいんですね。で、うん、そうだね、男もね、もうちょっと優しく、女の子に優しくしてほしいんですよ、うん、ね、まあ、ね、すごく厳しすぎるし、ブースとかかっこいいじゃないとか、ね、いやいや、メイク取ったらみんなそんなにね、すごく美人に見えても、そう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 、もしかしてメイクだよとか、うん、実はめっちゃすごく性格悪いよ、もうちょっと見た目よりがなんか中身とか、うん、性格とか、じゃあそんぐらいかな。はい、ということで、はい、日本が大好きの外国人なんですけど、ここは辛いというの動画でした。皆さんはどうと思いますか？なんか違うって思ったらぜひコメントしてください。で、なっちゃんの動画の方に、あのちょっと変わってる、あの私の大好きなところにちょっといろいろ紹介しますので、ちょっとなんかデートみたいなものをやりたいと思います。うん、ぜひチェックしてください。はい、あとなっちゃんのチャンネルも登録してください。お願いします。よろしく。またね。バイバイ。チャオ。